さん、こんにちは。僕はずんだもんなのだ。僕はちっちゃずんだもんなのだ。皆様、こんにちは。私は四国メタンですわ。今日はみんなで森の妖精さんに会いに行くのだ。まあ、それは楽しみですわ。早速出発するのだ。こんにちは。今日は鈴蘭を見に来ました。鈴蘭の群生地です。自生している鈴蘭を見に行きます。あかんな、あかんな。いいよ。あかんだ。あ、見て見て見て、どれどれ。餅つづきだよ。餅つづき。あ、ほら、本当だ。ピンク、かわいい、かわいい。これ。ね。かわいいね。どう？かわいいやろ。かわいい。かわいい。庭関椒の花。ほら。見て。見て。見て見て。どれどれ。これ。見て見て、ほら、スズラン、かわいい。どこどこですか。ここここ、ほら見て、かわいい。見える？かわいいよ。すごい奥ゆかしい。かわいいね。森の妖精さんに会えたのだ。まあ、なんてかわいいお花かしら。まるで私のようですわ。自生地はもう一つあるのだ。杉の妖精さんに会いに行くのだ。それはどこかしら。はい、場所は変わって、ここは、奈良市の葉山鈴蘭群落の入り口まで来ました。でここには駐車場はありませんので、ここから徒歩になります。奈良交通葉山南口、このバス停から歩きます。はい、葉山の鈴蘭群落、ちょっとこの急坂を歩きます。鈴蘭群落地です。向こう地に比べると
少し規模が小さいかなって感じします。で、人はもう向寺よりは、はるかに少ないですね。はい、こちらの方は駐車場はありません。ここにも妖精さんがいたのだ。池さんしました。鈴蘭さん綺麗でした。ありがとう。